はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はハーツオブアイアン4の現代モッドを使ったプレイ続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、北朝鮮に対する戦争工作と、あとは海上自衛隊の艦隊の再編成を行いました。で、今回はその続きになるんですが、ですね、ちょっと皆さんからいろいろアドバイスとかをいただいて、韓国、北朝鮮、まあ、特に北朝鮮ですね、今戦争の工作を仕掛けている北朝鮮なんですが、北朝鮮が、ご覧のようにですね、中国によって独立保障を受けているという中、もし日本がですね、この北朝鮮に戦争を仕掛けた場合、中国とも戦争になるんじゃないのかということで、まあ、確かにその通りだなというところもあってですね、ちょっと標的を今回は変えていこうかなというふうに思っています。で、まあ、じゃあどこを標的にするの、まあ、標的っていう言い方もね、ちょっと、まあ、ゲーム上の話なんで、ご容赦いただければなと思うんですが、やっぱりね、今日本のこの貿易の状況を見ておくと、これ必要になってくるのが、まあ、石油、アルミ、ゴム、このあたりは特に必要なってくるのかなというふうに思っています。なので、この石油、アルミ、ゴムが取れるところをちょっと重点的にね、今回探っていきたいなと思ってます。じゃあちょっとね、早速探っていきましょう。ゴムが取れるってなるとね、やっぱり東南アジアになってくるんですよね。ベトナム、タイ、いやこれベトナム、タイ美味しいよな。実際問題、ベトナムとタイ、まあ、ラオスはちょっと置いといて、これを見ておくと、まずここゴムめっちゃどくちゃ取れますよね、ベトナムで。タイ、ここは石油も取れるしゴムも取れるしってなると非常に美味しいよな。ちなみに外交でタイを見ておくと、特にどっから何か受けてるっていうのはないな。ここはじゃあベトナム、タイあたりに焦点を絞っておきますか。アメリカによる独立保障を受けている韓国とか、そのあたりを無駄にね、ガリガリ行くぐらいだったら、資源の豊富な東南アジア、まあだから結局あれですよね、あの第二次世界大戦期の日本と同じ発想に今なってきてますけど、そうせざるを得ないんだよな。一番最初に攻略するんであれば、やっぱりフィリピンとかになるのかな。となると外交工作をちょっと考え直す必要がありそうですね。まずは外交で、そうだな、台湾との同盟をしっかりとしたものにしていきますか。あとはオーストラリアとも関係を改善しておきましょう。アメリカとは常に十分な状態になっているものの、さらに関係改善をしておいて、最初の標的をどこにするかだな。まあ、ベトナムあたりが一番狙いやすいかなとは思うんですけどね。ベトナムに上陸していく。ただ拠点としてフィリピンを先に取っておくっていう方がいいかもしれないな。ちょっと確認しましょう。フィリピンは石油ゴムが中心に取れますね。まあ、ただ石油は大した量は取れないので、まあ、ゴムがしっかり資源として手に入るっていう感じかな。じゃあまずはフィリピンを標的にしていきたいなと思うんですが、フィリピンってアメリカと結びつき強いんじゃないかなと思うけど、大丈夫だね。じゃあここは戦争目標の正当化を入れておきましょう。ちょっと待ってね、セブ島とかにする、どこを取るかという話した時、
いや、もうここはマニラでいいでしょう。いきなり首都マニラにしましょう。445日かかるんで、まあ、つまり1年半近くかかるわけなので、その間に内政の方にしっかり力を入れておきましょう。では時間を進めていきます。あとまあちょっと要塞をね、先に作るのもいかがなものかと、ちょっと皆さんからいろいろご指摘をいただいているので、少し見直していきましょう。もう作り始めたところをね、壊してまでやるのはちょっともったいないので、海軍基地もちょっと一旦やめて、先に軍需と内需を作っていきましょう。もちろんね、日本列島すべてを要塞化したいなっていう気持ちではあるんですが、その前に軍需と民需の向上もうそれなりの数用意しておきましょう。これだけ作るのにもだいぶ時間はかかるので、一旦ここにまでにしておきますか。で、生産のラインはすでに前回確定しているものがあるので、このままとりあえずは進めていきます。まあ、ディジョンもね、いろいろとあるので、しっかりやっていきたいんですが、まあ、ロシアとの友好関係結んでおくとか結構いいよなぁ。まあ、今後、まあね、その中国との戦いを睨んでいく場合、いろいろといいことが多いんじゃないかなと思うんだけどな。まあ、台湾で政変を起こすというのも面白そうですけどね、これを見ていると。関西で民需向上1を得る、これすぐにでもやりたいだ。あとは北陸のインフラに、これも欲しいですね。でもこの辺りはね、ちょっとはっきり言って全然政治ポイントが足りないので、まずはどうする、インフラを得るか民需向上を得るか。まあ民需向上を得といた方がいいね。これをやっちゃいましょう。あとは海軍ですよね。結局フィリピンに戦争目標を今定めてはいますけど、フィリピンを攻略するんであれば海軍の駆逐艦か、駆逐艦潜水艦、まあ潜水艦は年にどうだ約5隻、駆逐艦に関しては年に1隻だけ、ちょっ
と話にならないので増やしましょう。ここクリアメタルの産出ですね。あー、イギリスの EU 離脱やってましたよね。レアメタルの産出、じゃあこれ次に進みましょう。レアメタルやったので今度は四国の開発だな。これをやっちゃいます。結局今さっと進めちゃいましたけど、何がしたいかというと追加の研究枠が欲しいので、この後四国の開発、北海道の開発を進めて、ここで追加の研究枠を得ようという作戦ですね。まあね、ここに減衰枠誰もいないんですよね。軍を統括する減衰学が。で、いかんせんみんな能力が1111なので、もうここを育てていくしかないのかなっていうところではあるんですが、で海軍戦力は今全部で5個艦隊に分けています。これも前回見ていただいた通りですね。さて、じゃあ次進みましょうか。まずは産業系ですね。ロボットをやったので次だな。工場の生産量がプラス 20%、 これやりたいですよね。ただ他に優先しなきゃいけないのがあるかどうかは一応確認しておきましょう。限定型 CMI ソフトウェアで生産効率減少率がプラス 10% か。こっちは現代型建設工具、製鉄所とアルミ精錬工場が有効化されると。これも欲しいよな。特にアルミ精錬工場、これ欲しいですね。あとはタングステンの精錬工場もできると。どうする？とはいえまず工場の生産量を確実に増やしたいので、これを入れましょう。で、続いてだよね。この先を睨んでいく場合は、そうですね、どこに行くか。ちなみに工学の方はというと、核の話は一旦置いておいて、レーダー基地、暗号化解読ネットワークですね。これ最終的にどんないいことがあるかっていうのを考えていくと、研究の所要時間がマイナス 2% っていうのは嬉しいな、確かに。ただ、これってだいぶ先の話だよね。だったらやっぱり産業先に埋めていく？で、優先しなきゃいけないのが、生産効率が上がる、これを入れましょう、110日。で、とはいえやっぱりね、軍備も整えていきたいので、支援火器を入れておきましょう。ミサイル巡洋艦をね、もう大量に生産していきたいなっていう感じなんだけどな。製造か。戦車ですね。そしたら戦車は次のステップへ進んでいきましょう。戦争が始まるのはまだ少し先のはず、先の予定なので、それまでにしっかり陸海空の基本戦闘力の底上げと、あとは何といってもね、内政ですね。生産のラインを見ていくと、輸送船団の数がどうかっていうところだな。月に 2.71 か。もうちょっとガリガリ輸送船は欲しいところですけどね。結局日本の場合だと、どこに攻め入るにも
輸送船団の数がそれなりに必要にはなってくるので、もうちょっとでも本当に軍需工場の数がバリバリ欲しいよな。あとは政治力の使い道が結構豊富にあるので、政治力がガンガンと増えてくるようなものっていうのはありがたいですよね。そういう人をちょっと雇っていきたいな。どうでしょうね。これを見ておくと、今のところだと、魅力的なのが誰かなっていうところだな。政治が上がるのがやっぱりさっきもお話ししましたけど嬉しいので、そうなるとどこでしょうね。お、ミサイル巡洋艦が研究完了しましたね。そしたら
生産のラインに加えていきましょう。ミサイルの巡洋艦の2ですね。で、研究の枠を使っていきます。ミサイル巡洋艦の次3いく、まあ、コルペットみたいなね、その量産ができる、期待できるものも確かにいいんですが、フィリピンを攻略して、まあ、上陸のポイントはどうだろう、ルソンになるかな。ルソンに上陸して南下して一気にマニラを攻略する。ここはもう電光石火に一気に攻めたいからな。でその後はフィリピンを拠点にマレー半島へ上陸、ベトナム、ラオス、カンボジアでタイと。タイって結構強いイメージあるんだよな。空母もね、確か持ってた気がするんで、それまでに日本軍が空母を装備できるかと、配備できるかっていうとちょっと難しいかなと思うんで、ここは数で圧する、あるいは質で圧するっていうことをしていかないと厳しいかもしれないですね。で中国と戦うつもりはないので、少なくとも当面の間、中国と戦うときは北朝鮮と戦うとき。さあ、じゃあ政治ポイントを使っていきますか。まだただちょっと入らないか、誰を入れるかっていうのをちょっともう一度検討しておく必要があるな。農業の専門家、秘密工作員。秘密工作員はでも政治力がプラス5か、これ悪くないよな。イデオロギーの動揺対処力プラス5パー。ちょっとこの樽人佐藤さん覚えておきましょう。で哀れみ深い紳士、産業指導者、民主工場の建設速度 15% か。インフラ 5%。 この辺りは悪くないですよね。奥さんで環境主義者、外部情報担当者、これは暗号解読がプラス1になりますね。経験豊富な弁護士、政治力が 5%、 安定度 5%、月々の評価の改善が 30%。 これいいじゃん、即決だ。でちょっと今後のために見ておきます。で財務のベテラン、これでも消費財工場がマイナス 2% で政治力がプラス 5%。 正当な戦争目標の場合プラス 40% で原理主義者ですよね。おお、同一イデオロギーによる月々の評価、つまり原理主義になった場合、一気に評価が 175% にアップするってこと？で、内部情報担当、国際的な銀行家。で、海軍の産業家。これは、造船所と海軍基地がそれぞれ 30%、10% ですね、建設速度が。で、傀儡、仲裁者。で、海軍の産業化、これはさっき見ましたね、1個下棚だから。主計将校、これは航空基地、海軍基地、全体的にプラス 15% で、あと原子炉の建設速度が 15% が入ってますね。インフラの整備士、そのまんまです。で寡黙な勤勉家、ちょっと字が小さいな。でこれ誠実な護憲論者、イデオロギー、動揺対処力、これ 30% 入るんだ。
して貿易取引による評価がプラス 20%。 口達者ね。あとは戦争産業化、軍需工場、造船所がそれぞれプラス 15% ですね。建設速度上がりますと。主戦論者、急進的なイスラム宣教師、黒シャツ隊。黒シャツ隊は内容的には、ファシズムへの傾向がプラス 0.1 か。で、国家主義扇動化、王室の貴族。まあ日本には王っていうのはないんで皇族ですかね、読み替えるんであれば。反同語圏主義者で、保守の能弁家、自由主義資本家、社会教育事業家。こうなってくるとやっぱり佐藤さんかな、タルヒト佐藤さんにしましょうか。次は、まあまだまだ政治力たまるのは時間がかかりそうですけどね。で、政治力がガリガリ溜まってくるんで、そしたらさっき見ていただいた佐藤さんを組み込んでいきましょう。もうでもそれなりにしっかり建設はされていってますね。一番最初に作った要塞、海岸防衛の要塞はもう一個出来上がっているところなので、この辺をね、自国に立てていくんだったらやっぱ輸入していった方が結果的に早いっていうのかな。戦争したくなる理由になっちゃうんですよね。はい、ではちょっとね、今回動きはあまりなかったんですが、このあたりを読んだら今回は終わりにしていきたいなというふうに思います。大規模な保守主義集会と、人々に投票権を与えることは彼らの忠誠心を保証するだろう。ちょっと一回時間止めます。民主主義と合理主義、今日我が国の古典的な保守派が集会を開いた。家族の価値観と民主的な原則は彼らにとっての革新的な価値である。ここはそのまま読み解きましょう。で、軍需工場、何作っていく？足りてないものをやっぱ作っていかなきゃいけないんで、数的に足りていないのがどうだ？補充補充になっちゃっているのが野戦砲、あとは戦車。このあたりは軍用トラックが全然足りてないね。軍用トラックにしましょう。はい、では一旦今回はここまでにさせていただいて、しばらくはねちょっと皆さん退屈されてしまうかもなと思うんですが、このまま引き続き内政で、頑張っていきたいと思います。で、しかるのうちにさっき見ていただいたフィリピンの攻略戦、戦争を仕掛けていきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひ皆さんお付き合いをいただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。